2つ目のパターンはサイドビューですね。多分一番みんな困ってるところは鼻の形と口の形かな。あとどれくらい顎が出張るかとか。さっきみたいに単純な丸じゃなくて、ヒロエさんが書いてくれたのはちゃんと顎の形を含めていろんなヒントを入れてくれましたので、これを使って、だいたい私がこれを書くときに額を書いて鼻の形を書きます。上の唇、下の唇書いて、で顎を書いたら首のところに来ます。目はこの線に乗ってるように書きます。眉毛を書いて、耳がどこに来るか。よく日野井さんが言ってるのが、メガネが上手に乗れるところ、うん、なので、この辺かな。ちょっと似てないちょっと似てない感じになっちゃったけど、まあこんな感じです。始まったところは同じですね。額を書いて鼻のデコボコした感じ、うん、基本この一番低いところをここら辺に持ってこないと結構不格好になっちゃうんで。そうなんだ、そうなんだ、うん、じゃあ鼻の一番低いところがその目が乗ってる線と同じ。実際の人の顔を見てみれば分かると思うんですけどね。そうかそうか。正面と七対三の角度だとたまにそういうところは線が入れないから分からないんですけど、サイドビューだとはっきり鼻の一番低いところが見えちゃうから位置が分かりますね。キャラデザインによると思うんですけど、顎の形はどれくらい出張ってるとか、あの噛んで見てもらうと思うんですけど、歯を、うん、上顎の歯の方が前に来ますよね。そうなんだ、そうなんだ。ああ難しいところですね。何かヒントありますか。この線で来るとこんな塩梅にやっとけば、うん、で鼻もここら辺で。ああいいヒントですね。そして髪がちゃんとボリュームがあるように、頭の丸ぴったりじゃなくてちゃんとボリュームがあるように上に、うん、実際の人間はもっとねぴったりと頭に沿っているんですけどねうんうんうん。
さっきみたいに目の穴を考えて眉毛の位置を決めて外から見える目の形を描きます。まあこんなもんか。ありがとうございます。では比較しましょう。はい、頭の形を描いてもらって、私が描いてみた感じはこんな感じでした。でひろえさんのこんな感じでした。すごいいろんな返答が見つけましたし、まあ横顔から見た時この顎のラインとここの喉のところ明確に分かれてるんで、うん、そこら辺意識しながら線引いていかないと。そうね、私が描いた感じではっきりその線は入れなかったから、首につながるところと顎が耳のところに行くところははっきり見せなかったから空白ゾーンになっちゃいます。ここの顎のラインですな。そう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 、そういうところ、うん、一直線でつながないようにしないと。なるほど。まああとここの額の広さですよね。何かアドバイスが。いや人それぞれとはいえね、これくらいの幅持たせておいた方がまあそれっぽく見えますよっていうことで、あまり狭くならないように広すぎるとちょっとね寂しいかなって思っちゃうし。そうね、とっても参考になりました。そしていっぱいいい返答があったので、初心者でもそのガイド線を書いてそこからちゃんと顔を描けるようになってるでしょうかね、みんな、うん、ではこのアドバイスシリーズの中で動画いっぱいあるので、ぜひみんな見てください。あとはチャンネル登録お願いします。ひろえさん、今日ありがとうございました。毎度でした。